平安時代の豪地藤原の才は遥かな時を超えて新道光の心に蘇った。神の一手を極めるために。入れて十二目半のさ、俺の勝ちだ。あんちゃん1万円出しな。お望み通り理科室に来たぜ。1万円くれよ。囲碁部に入るって言わなきゃダメだ。入るだろ。入るだけなら入ってやるさ。どの道あの誤解所にはもう行けねえしな。20円は返せよ。あ、早速打とうぜ。一曲1000円。賭けなしで打とう。なんたって囲碁部だもんな。俺白でいいのか。いいよ、どっちだって。ズルはなしだぜ、三谷。さーてね。三谷。あ、筒井さん。三谷、囲碁部に入るって。もうズルはしないってな。なんだよ、この前に手打ちさせたことまだ根に持ってんのか。あんなの引っかかる方が間抜けなんだよ。聞いたよ、新藤君から。君聖地をごまかしてたんだって。それだけじゃないぜ。石をずらしたり、石をポケットに隠し持ってて聖地の時に使ったりな。もう負けなしだぜ。言うだけだよ。こいつ性格ひねくれてるからわざとこんなこと言うんだ。光る。あ、三谷君。なんだよ。今日家庭科の時間にクッキー焼いたの。食べる？はい、筒井さんも。ああ、俺食っていい？腹減ってんだ。いいけど、もうズルしない？お前、みんなに言いふらしてんの？だって本当のことだろ？筒井さんとあかりに言っただけだよ。しないよね。しないしない。はい、ヒカルも。サンキュー。ああ、よかった。これで大会もオッケーね。大会？なもん俺出ないぜ。何？何言ってんだ。大会のためにお前を誘ったんだぜ。知るかよ。お前はメンバーなの。もう決まってんの。やだ。やだじゃねえよ。筒井さん、なんとか言ってやってよ。やだって言ってるのに。無理に出させることないよ。そんな、今から誰かを捕まえるなんて無理だよ。大会までもう日がないっていうのに。打倒海王はどうなっちゃうんだよ。
彼が出たって海王に勝てるわけじゃないよ。海王ってすごく強いんだ。たかが中学生の部活だ。お前なんか話にならないくらい海王は強いよ。でも筒井さん、前の大会で海王に勝ったじゃないか。あれはだって相手のポカで。なんだよ、そんな相手に俺じゃ話にならないって。海王に勝ってみせようか。三谷、大会に出てくれるんだ。あんたの目の前で勝ってやるよ。海王のレベルを知らないんだ、笑っちゃうよ。言ったろ、俺は負けなしだぜ。おい、始めるぞ。あ、うん。まさか海王相手にイカ様やる気か。海王なら気づく。もしそんなことになったら、ハゼ中の囲碁部はどうなるんだ。ふぅ、こりゃ参ったね。いや、参りました。ありがとうございました。検討はなしにしていいか。ああ、やはりはっきりさせておいた方がいいだろう。大会も近い。もうじきユン先生から選手の発表もあるだろう。その時に大将が誰に決まってもみんなが騒がないように、俺と東野の実力の差をはっきりさせておいた方がいいということだ。おい、東野。はい。一曲打とう。初手合だ、互い戦でいいな。はい。先輩、大会の大将、副将、三将ってやっぱり実力順なんすか？そうじゃないチームもあるけど、普通はそうだな。自分の対局に集中しましょう。はい。神道、もうすぐだ。もうすぐ君を捕まえる。東野、ハゼ中から大会の申し込み書が届いた。見たまえ。神道が三将？作戦として大将、副将、三将を実力順にしてこないこともある。おそらくその三谷という子が実力的には一番下なのだろう。はじめから大将戦を捨てることで残り二つを確実に取ろうというわけだ。そして部長ということで三年生の筒井という子が副将、進藤が三将といったところだろう。先生、僕を三将にしてください。先生、考えさせてくれ。確かにあの神道と渡り合えるのは君しかいないと思っている。よろしくお願いします。ありません。ありがとうございました。差は歴然だな。とんでもありません。予想以上のお力でした。結局力負けしたか。読みが違うな。中央は頑張りすぎた。断点が負担で持たないでしょう。苦し紛れにここを継いで、あとはもう攻められっぱなしだ。何もさせてもらえなかったな。プロを諦めて正解だったよ。
みんなちょっと手を止めて聞いてくれ。今度の大会だが、他校の申し込み書も集まってきている。遅くなったが、うちのメンバーを発表する。まず男子、大将1年東野、副将3年岸本、三将3年久野、続いて女子。先生、僕を三将にしてくださるのではなかったのですか？おはようございます、桑原先生。おお、久しぶりだね、顔を合わせるのは。ちょうどいい、挨拶しておこうか。来月の五星戦、君への挑戦者はわしに決まったよ。ま、一つよろしく。存じておりますよ。尾形君を力碁でねじ伏せたそうですね。そのお年でよくぞ。感服しますよ。おいおい、君とて決して若くないじゃないか。タイトルを4つも5つも持っていくくせに。5つ目は先生がお持ちのをいただきたいが。しかし若い連中は不甲斐ないね。タイトルを取ってもすぐ別のものに奪われる。新入団者もここ数年パッとしない。院生のレベルも下がってるんじゃないのか。君の息子さんはどうしてる？陰性じゃないんだってね。私とよく打ってますし、家に来る棋士とも打ってます。碁の勉強にはこと欠きません。プロ試験はまだ受けないの？ええ、息子は今中学校の囲碁部にいますよ。海洋中で囲碁部に入ったと聞いたとき、私は何も言わなかった。お前の存在が部の励みになると校長先生に言われたこともあり、お前の好きにさせた。だが、大会に出るとはどういうわけだ？お前の腕で中学の部活の大会に出るなど、いかにも配慮に欠けよう。今の僕には周りを思いやる余裕はありません。進藤光が部活で大会に出るという限り、僕は彼を追うだけです。お父さん、生意気に聞こえるかもしれませんが、僕の目標はお父さんです。僕はその自信と自負を僕自身の努力で培ってきた。まっすぐ歩いていけばいいと思っていた。まっすぐ歩いていけば、それで神の一手に近づくのだと。でも違った。僕は手も足も出なかった。進藤光に。お父さんとも違う、尾形さんとも違う。彼の存在が僕に重くのしかかる。今は彼を追うことだけしか僕の頭にはないのです。恐れながらも立ち向かっていくのか。それこそが人を成長させる。以前のお前にはなかったことだ。震えながらも追い、怯えながらも挑もうとする今のお前こそが神の一手に近づいていく。
先生、僕を参照にしてくださるのではなかったのですか。神道の相手は僕だと先生もおっしゃったじゃありませんか。僕は彼と戦うために。東野、これは中学校の部活だ。私は一番強い者が大将をやるべきだと考えている。先生、それだけではない。特に海王囲碁部は他校の規範となる存在でもある。確かにハゼ中の神道と戦えるのは君しかいないと言った。しかしここは教育の場だ。私は教師として自分の筋は曲げない。大将は君だ。そんな。一度でいい。この大会、一度きりでいいんだ。この大会が終わったら僕は部を辞めます。先生、僕は先生、どうや。海王に恐れをなしてさ。バカ言え。その黒、逃げてもいいことないぜ。逃げるともう一方の黒が取られちゃうぞ。あ、うるさい。筒井さん、三谷、お前ってそんなに強いのにどうしてズルなんかしてたんだよ。いたいた。あかり、お前来なくったっていいのに。どうせ見てもわかんないだろ。そんなことないもん。最近筒井さんが教えてくれて、石を取ったり字を数えるくらいはできるのよ。何よ、せっかくお弁当作ってきたのに。お前偉い。あ、ねえ三谷くんも。あ、藤崎さん、荷物を置く控え室教えてあげるよ。ありがとう。三谷、打とうぜ。パス。ああ、大丈夫ですかね、このままで。お、ハゼ中の神道だ。え、神道？ハゼの？前の大会で海王に勝ったんだよ、彼は。へえ。小学6年生だったのに中学生のふりして参加したんだが、見事な打ち回しで見ている人は感心することしきりだったんだ。へえ。困ったな。困ることはありませんよ。とにかく全力を出すだけでしょ。まあそうだな、全力全力。まず1回戦の3勝を撃破して。そんなに簡単にいきます？光る相手も全力で来るんですよ。うっさいな。俺の目標は海王なんだよ。一回戦で負けてらんないんだ。で、二回戦の海王だって全力でぶつかれば、もしかして。海王の三勝だって全力で来ますってば、光る。ああ、海王戦が楽しみだ。海王の三勝ってどんなやつかな。僕だよ。お、海王の参照は僕だ。神道。
トウヤ、なんでお前が。君は僕と撃たないと言ったのを覚えているか。そして囲碁部で大会に出るんだと。やっとここまで来た。トウヤ、お前はサイを追って。黒が打つと白の石をいくつか取ることができます。じっくり考えてみて。1個取られてもたくさん取れればいいから。うん、それはね、こうやるんだな。うん、これも もう1回考えてごらん。でもね、3つのうちの1箇所だよ絶対。うん、取るとおぉ、つなぐと。はい、正解です。取った石取り上げて。できたじゃん、ゆうきくん。来年もよろしく。ふん、あんたたちが海王か。強いって聞いたけど、前ハゼ中に負けたんだろ。三谷はな、ちゃんとうちの大将だよ。撃てばわかるさ。まで笑っちゃいけないんだぜ。勝負ってやつは。